ございます。ロメでございます。1年ぶりでございますね。何やるか、またいつものとこ雑談しながら決めましょうか。まあ、ちょっとエイリアン、さっきジュンさん言いましたけど、僕もやっぱり重いジャンル SF 映画で、僕が見たのが中学校1年の時にあれが公開されて、で SF であると同時にあれ結構密閉された空間の中でいつ襲われるかわからないで、結構ホラーの要素も強かったんですよね。で映画で見て結構怖くてトラウマになったんですよ、やっぱちょっと、ちなみにですね、はい、当時の映画の第一作の映画の、いわゆるキャッチコピー、あなたの叫びは宇宙では誰にも聞こえない、聞こえないという、はい、そういうありましたね。キャッチコピーがありました。で CM 結構怖かったですね。ただエイリアってフレーズを何度も繰り返すだけだったんですよ。でちょっとちなみに僕30代の知り合いがいるんですけど、はい、親が漫画家で、まあ、ちょっと有名な漫画家なんですけど、その息子、小学校の頃にやはりエイリアン見せられたんですよ。でその後ずっとですねトラウマになったっていう、親を恨んでやっぱこれがあったから、まエイリアン見る方はあると思いますけど、僕はエイリアン見るために一個あるシーンが絶対ああと思うのが、それまさにエイリアンが人間の体を食い破って出てくるシーンがあるんですけど、その食い破ってくるシーンが確かにトラウマなんですが、そのちょっと前に巻き戻すと、みんなで食事してるんですよ、宇宙船の人たちが。あ、なんか大変だったなーって、関係があって、だから食べてるんですけど、その食事がですね、どう見てもきんぴらごぼうにしか見えないです。見てください、ビデオで。あれ絶対きんぴらごぼうです。なんかおかしいです、あれは。宇宙食の人ではおかしいです。だから、本当にちょっと滑稽に考えると、きんぴらごぼうを食べ慣れてない外人が食べて気持ち悪くなって、こうもがいてると、胸からなんか出てきたっていう映像っていうふうに解釈してます。トラウマを取っ払うために。だから僕、エイリアンは割と金ぺらごぼうって言葉は結構直結します。というのは置いといて、トラウマは、トラウマっていう話でいってみましょうかね。そんな嫌な顔するなよ。また思い出してくれたんだ。嬉しいね。なんせ思い出してくれないと俺も存在意義ってものがないからさ。いや、だから嫌な顔するなよ。あえて嬉しいんじゃないのか。また昔思い出したんだぜ。いや、最近はなかなかな思い出してくれないからさ、俺も心配になってきたよ。なんてさ、お前が思い出してくれないと俺も本当に今いるのかどうか分からなくなっちゃうからさ。あれだな、お前も結構年取ったな。昔はなんか俺と会うとすぐパーッと逃げたけどな。最近はちょっと話す気にもなったから。どうだ、俺そんなに怖いか？怖くないだろ。だってよ、お前の頭の中でできてんだからよ。お前と同じもんでできてんだよ。そうだよ。別にな、俺はお前以上のもんじゃないんだよ。お前の頭の中にいるだけなんだよ。お前の頭の中のおかげで俺のこの腕があって、俺の体があって、俺の足があって、俺の言葉があるんだよ。お前の頭の中だけなんだよ。お前の頭の中で俺は作られてるんだ。ある意味感謝してるよ、こんな立派な体でね、産んでくれて。でもな、やっぱり最初な、会った瞬間にキャーってな、あれは結構傷ついたぞ。まあ俺もな、どうお前と対すればいいか分かんなかったからさ、まあぼーっとしてただけだけなんだけど。どうだ、会えて嬉しいか。どうだな、もう久々だもんな。どうだ、次はいつ思い出しそうか。
ならねえか。ああそうだと思うよ。お前もそれだけ賢くなったっていうか、俺みたいなやつをいっぱい作ったからな、お前の頭の中で。ああお前どうした、あの昔持ってたあのなんかでっかい野望ってやつら、どこ行った？なんか最近さ、なんか振り返ったやつらがいっぱい多いんだな。もうちょっとまた野望増やすよ。そしたらさ、ここも賑やかになるからさ、賑やか。俺に勇気づけられるなんて嫌だって。そうだろうな。でもな、思い出してくれてありがとう。また今度思い出したら、その時はもうちょっと賑やかな連中を増やしてくれよ。それくらいだ。じゃあな、またいつか。はい、でも今自分自身やりながら、俺はきんぴらごぼうを食ってる外人になってるかと思うと複雑らしいけども、ね、あともう一つさっきから思い出したのは、リドリー・スコット監督が僕は大好きで、エイリアンの後にブレードランナーというか、もう金字塔を作って、あの時のでこれでエイリアンはヒーガーさんですけど、あのブレードランナーはシドミドを使ったんですよ。あれもすごい未来感でして、今、まあ、シドさんの逆にとデザインはもう普及しちゃって、なんか未来イメージ、なんか逆にシドさんのイメージがすごい強いんだけど、リドリー・スコット当時あごめんね、いやいや、どうぞ。新宿西口ションペン横丁でノリミが好きで、そのシーンがブレードランナーに出てきます。はい、割と混沌として、あの絶対うどんを食べてるシーンが、さっきのキンペラじゃないけど、ブレードランナーの見どころはうどんが出てきます。うどん屋の店主がね、のんべさんそっくりだよ。なんかさっぱりで多いですよみたいな、 なんか会話してます、ハリソン・フォードと。そのあたりの映画は結構好きで、もういろいろと大好きなので、あとおまけ言うと、あの頃にですね、ちょっとリドリー・スコットもエイリアンも全然違うけど、あのトロンという映画がありまして、30年ぶりに帰ってくるんですよ、12月に。30年の人の時を経てね、帰ってきて、トロン、レガシー、伝説なんだって、あの 3D 映画だっすね。もう、今度の土曜日にね、前引き発売なんですよ。で、それ買った人は、あの特大ポスターもらえるんですけど、これ名古屋に行くんで買えないんですよ。誰か買ってくださいよ。お願いします。川崎で売ってるんですよ。めっちゃ完全名、完全名だから、まあ帰ってきてからも買えるとは思うけど、トロンだから何せ。はっきり言ってね、今回あるまでトロンって言っても誰も相手してくれませんでしたからね。あ、なんで。え、トロン知らないの？まあ大好きです。大好きですけど、いや、知らない。そうなんだ。見たくなっちゃったもん。っていうので、まあ、またこのトロンのテーマがあったら帰ってくると思いますんで、よろしくお願いします。天の世界ですから、あれは。はい、どうも。